お前が好きだから。ああレン、おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか。そんなまた負けただと。また僕の勝ちだね。なんで俺はいつもお前に勝てないんだ。今回だってめちゃくちゃ勉強したのに。お前が悔しがる顔を見たいわけじゃないんだけど、事情があって負けるわけにはいかないんだ。ああ、なんだよその事情って。それはお前が。俺が？いや、なんでもない。なんだよ、気になるから言えって。言えるわけないだろ。なんで顔赤くしてんだよ。見るな。ん？おい見ろよ、天才二人が揃ってるぜ。ほんとだ。てかレンってめちゃ頭良くて天才って感じなのに、その上を行くイツキってもう化け物じゃね。だな、俺たちには未知の領域だよ。どれだけ努力したってあそこには行けない。なんだよ未知って。俺がどれだけ勉強してるかも知らないで。レン。あ？お前は僕だけを見ていればいいよ。周りのガヤなんて気にするな。なんかムカつく言い方だな。でもお前の目指すべき場所にいるのは僕でしょ。他を気にしていては僕には勝てないよ。ああ、わかったよ。次のスポーツテストじゃ絶対に勝って1位になってやるからな。覚悟しとけよ。僕も負ける気はない。スポーツテストまであと2週間。こっちは何が何でも勝ってやる。偶然だね。お前もここで走り込みをしていたのか。げっ、お前もここで練習してたのかよ。ここは走りやすいからね。それにここは柳原スポーツクラブ生にとっては馴染みの場所でしょ。ね、なんで知ってるんだ。柳原スポーツクラブは俺が小学生の時に所属していたスポーツクラブだ。それをなぜ樹が。ああ、やっぱり忘れているか。あ、何をだよ。俺も柳原スポーツクラブに所属していたんだよ。お前と一緒の時期にね。嘘だろ、俺全然記憶に。おまさかあの泣き虫いつき。なんだ、覚えていたの。今思い出したんだよ。お前あの頃と雰囲気違いすぎて全く気づかなかったぞ。てかあの頃のお前って全く運動できなかったよな。今じゃ俺より上ってどういうことだ。努力の結果だよ。負けられない事情ってやつのためか。ああ。何の事情か知らねえけど、そのために全科目で毎回1位ってすごいな。めちゃくちゃ努力してるんだろうな。ああ、でもそれは、レンも同じでしょ。今まで、誰も俺の努力なんて認めなかった。なのに、こいつは。お前。
こんな雨の日に何やってんだよ。何って走り込みだけど。こんな雨の日までやらなくてもいいだろう。風邪ひいたらどうすんだよ。でも一日でも休めば1位を逃すかもしれない。俺には休む余裕なんてないんだよ。余裕がないって、そこまで1位にこだわらないといけない事情ってなんだよ。ダメだ。ああ、ごめん、雨音で聞こえなかった。なんだ。お前に意識してもらうためだよ。は？それどういう意味？お前が好きだから。あの念のため確認するけど、好きって友達の方だよな？ラブの方だ。イツキが俺を好き、しかもラブ。嘘だろ。レン、スポーツテスト当日。イツキ、今日どっか調子でも悪いのか？なんか本調子じゃなさそうだけど。ああ、びっくりした。なんだよその反応は。いや、だってあんなこと言ったのに話しかけてくるから、てっきり嫌われたかと思ってたのに。まあ確かにちょっと気まずくて避けたけど、別に嫌ってはいないぞ。はあ、本当か？はあ、よかった。ずっと嫌われたと思って落ち込んでたんだ。お前もしかしてそのせいで今日調子悪かったのか？悪い？マジかよ、意外すぎ。意外ってなんだよ。好きなやつに嫌われたかもしれなくてヘラヘラしてられるやつなんているか？悪かったって、そんなに怒るな。こいつってツンツンしてるだけかと思ったけど、結構可愛いとかあんのな。あのな、お前の気持ちは驚いたけど、好きって言われて嫌だとは思わなかったんだ。本当か？じゃあこの気持ちを受け入れてくれるのか？それはこれからのお前の態度次第かな。わかった。それならこれからは嫌というほどお前に尽くすよ。だから見ていて。それは楽しみだ。